今回の舞台は東京都台東区。明日のジョーのモデルにもなった裏浅草とも呼ばれる街、日本包みの創業77年の老舗サウナに迫っていきます。15分に一度の熱々の大トロ流、優しさに包まれる美宝水風呂、湯通しに最適爆反石超高濃度炭酸泉、そしてフロントにはうなぎ。このサウナ知らないなんて損してる。そう、ここは湯どんぶり栄湯。1946年創業、77年の歴史を誇る老舗銭湯の湯どんぶり栄湯。お近くの上野駅は3種類の新幹線が通っていることから東日本の玄関口とも呼ばれ、都内の方のみならず各地の方に愛されてきました。東京23区の中で一番面積が狭いことで知られる台東区。しかしそんな中に23個の銭湯がひしめき合い、人口と面積に対する銭湯の数は東京一、つまり日本一の銭湯激戦区なんです。そんな激しい競争を生き抜く湯どんぶり栄湯さんの特徴は、1954年からスタートしている業界初の太陽光による発電でお湯を沸かすとってもエコな銭湯なんです。昨今の燃料代、電気代の高騰が問題視されていますが、他の温浴施設にも必要になってくる工夫かもしれませんね。基本情報はこんな感じ。水曜日が定休となっております。料金は銭湯価格で入りやすい。最寄り駅からは徒歩10分程度と少しかかりますが、道中明日のジョーのタツンダ像を目にすることができ、ファンにとっては嬉しい。この辺りは山谷と呼ばれたドヤ街で物語の舞台にもなった場所。上野駅、浅草駅からも歩いていける距離なので、風情を感じながらの散歩も魅力的だ。基本情報のおさらいもこの辺りにして、お風呂の紹介いきましょう。湯どんぶり栄湯では全てのお風呂で天然温泉を使用。超軟水でお肌に優しく、お肌はツルツル、髪はツヤツヤ。レビュー時にお話しさせていただきますが、私も驚きの効果を実感いたしました。ナノファインバブルを体験できる大露天風呂をはじめとし、ミクロバイブラ、電気風呂、ジェットエステ、座り風呂、中国4000年の歴史の中で確立された薬湯、様々なお風呂を気分と用途に合わせて使い分け。そしてサウナーとしても喜ばしいのは、浴槽に爆反石を使用した超高濃度炭酸泉。短い時間で体はポカポカ、湯通しにぴったりでございます。サウナは2段構成で8名収容。上段は100度に達し、15分に1度のオートロウリュが特徴的。パンカールーバーを使用したオートロウリュ、オートアウフグースは初心者でも気持ちよく受けることのできる温度。テレビ付きのザ・銭湯サウナといった感じの差室に、高頻度ロウリュのアンマッチ感がたまらない。水風呂は外気浴スペースに、3名収容可能で16度。美宝水風呂と呼ばれ、きめ細かいバイブラがあなたの羽衣を優しく奪います。体感温度はそれ以下だが、ミネラルウォーターのような優しい肌触りの水風呂にはいつまでも使っていたい。水風呂を出れば一歩で外気浴。アディロンダックチェアに腰掛け、台東区の空の下目をつぶればすぐさま整いの世界へ。さあ、以上が湯どんぶり栄湯さんの施設の紹介になります。これから実際にどんぶってきた感想を正直にお話ししていきます。ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでね、はい、見ていただけましたでしょうか。行ってきました、湯どんぶり栄湯。行ってません、湯どんぶり栄湯。はい、ということでね、まあ、はい、久々のね撮影なんだけど。そうなんだよね。お互い本業が忙しかったということで、まあ、最近変な総集編みたいな動画が続いて、はい、申し訳ないです。申し訳ないです。ここからね、またいつもの通りね活動を再開していければと思うんですけど、はい、今回は湯どんぶり栄湯に僕だけ行ってきましたのでね、はい、僕のガチレビューを聞いた後、サトシが行きたくなったのを発表していた。そうですね、うん、そういう動画にしましょう。はい、まあね、いつもの通りサウナ、水風呂、整いスペースをそれぞれ30点、うん、その他のポイントを10点満点の合計100点で評価していきます。はい、
いやなんか久々だからもうこの時点で俺楽しいわ、ね、撮影自体が3週間近く空いてんのか。そうだね。それでは早速サウナの方からお願いします。はい、サウナですね、28点。高い。ありがとうございます。そんな高かったんだ。まあほんと久々のサウナだったからそれでちょっと高いかもしれないんだけど。ああそういうことね。うん、サウナはね2段構成で8名収容、温度はね100度ぐらいかな、うん、窓があって光が入ってくる、テレビもついてる明るめのサウナ室、うん、なるほど、うん、結構銭湯っぽくて良き。ああパッと想像したのは今クアパレスとか。ああそうだね、うん、ちょっとねクアパよりは薄暗いんだけど。あそうなんだ。うん、サウナ室の角にはね、なんだろうあれ、岩塩みたいな白い岩が置いてあって、そこがねほのかにこう光ってんのよ。それが照明みたいな。岩盤浴によくある。あそう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 、ね、でなんと驚きのオートロウリュ15分に1回。ああすごいね。そう戦闘系なのにびっくりしました。へえ。あのストーブ自体はちょっとね見間違いだったら申し訳ないんだけど、うん、遠赤外線とその前にねサウナストーンのストーブがあって、うん、それがカンパールーバーっていうんだって。あのココフロ高の湯とか、うん、森の彩りとか、うん、そういうところで目にするこういう送風機あるじゃん、うん、あれ調べて俺今回カンパールーバーっていうのがカンパールーバー、そう初めて知って、ちょっとこれね豆知識なんですけれども。なるほど。そう、それがねついてて15分に1回そこからね送風されます。結構熱い。ロウリュも長め。まあロウリュ自体は森の彩りとかね、うん、そういうところに比べるとまあ短めではあるんだけど、うん、まあ8名収容のサウナ室、ちっちゃいから。ああしかも正面からじゃなくて横からなの。だからもう結構まんべんなくね風来るよ。ああそうなんだ。うん、割と混んでたんだけど、うん、一番入り口側の下段に座ってて、うんうん、そこで人がねパタンって出てってドアが閉まる、うん、多少冷たい風は入ってくるんだけど、はい、もうドア閉じた瞬間にはそこからもうムーンとまた暖かくなる。なるほどね。そんなにね温度のムラも気にならなくて、まあ、混んでてもいいかなって感じ。そうなんだ、うん、久々のサウナに、うん、本当良かったね。でなんかね入った瞬間何の匂いだろう、ちょっと発火っぽいような、ちょっとスカスカする、そうスカスカするような匂いもして、うん、アロマが発火系なのかな。ちょっとねもうぶっ飛びすぎて覚えてないんだけど、あ結構整っちゃった。ほんと昨日のことなんだけどね、あんま覚えてないね。そうか。ここはね非常に皆さん行ってほしいところでございます。でもロウリュってことはカラカラ系とはまたちょっと違う、熱いなっていう感じの。結構熱い、密閉感がある、ぐっと。ということでね、まあ、サウナは28点。じゃあ水風呂お願いしてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。こちらも28点でお願いいたします。マジで、はい、あそうなんだ。はい、水風呂は3人ぐらいかな、ちゃんと入れて、はい、大人が1人ほんとザブーンって入る大きめの棺桶って感じ、広さで言うとね。はい、だからみんながこう横に座れば3名4名ぐらいは入れるんだけど、うん、温度は16度ぐらい、うん、でめちゃめちゃ細かいねバイブラが出てます。ここは非常に気持ちいいポイントで、うん、体感は井戸水、優しい、うん、優しい感じね。優しい、もしかしたら本当に井戸水かもしれないんだけど、どこっぽい、あのね湯や和心吉野湯をもっと優しくした感じ。水風呂のバイブラで言うとさ、うん、草加健康センター、はいはい、あそこもバイブラあるじゃん、はい、あんな感じじゃない。確かにね雰囲気とかは似てるんだよ、うん、違うとすればバイブラのその泡の細かさ。あ草加健康センターは結構ボコ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 してる感じだとしたら、湯どんぶり栄湯はプク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 みたいな感じで細かいです。サウナも草加健康センターって結構熱いそのロウリュがあった後にそういう水風呂に入るから結構ハードな温度差があるじゃん。湯どんぶり栄湯も確かにサウナ熱いんだけど、まあ草加よりはマイルドだし、で水風呂入ってそっちの水風呂も優しいからそこまでねハードな差はないんだよ。なるほどね。外にあるっていうのもね結構評価高いし、そこでちょっとね、まあ、28点というね高得点をつけさせていただきました。なるほど。はい、これが、まあ、水風呂28点。はい、まあ、シンプルなんですけど非常に良かった。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、整いスペースに行きたいと思います。はい、お願いします。まあ整いスペースは20点ぐらいかな、可もなく不可もなくって言ったらあれだけど、うんうん、それよりは全然高い。うん、かよりなるほどね。外気浴にね、4つかな、アディロンダックチェアっていうの、うん、アディロンダックチェアでやってるって。アディロンダックチェアかな、うん、あの整いですよ、ちょっと強化版というか、そう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 、肘置きのある上位バージョンみたいなやつが4席、うん、それとまあ普通に横座りのベンチみたいなのがあって、あ
まあしっかりと整うならそこかな、うん、そこは2つともね外気浴スペースにあります。もうあとはもう浴室の縁に座るか、うん、なんか椅子に座るしかないから、うん、そこに座れなかった時考えたら20点かな。なるほどね、うん、数だけで評価させていただきました。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、インフィニティチェアはなかったと。なかった ね、スペースの問題もあると思うので、あまあまあまあね、まあ、全然ね、なんかそれがなかったからとかじゃなくて、うん、もう数だね。なるほどね。、うん、なんか話聞いてるとそこまでやっぱ広くはないんだ。浴室とか外気浴スペースとかスペース自体はすごいあるんだけど、うん、ちょっとね後で言おうと思ってたんだけど、うん、お風呂の種類もすごいあるのよ。ああなるほどね。そう、そっちに咲いてんだ。そうそうそう、だから外気浴も外気浴スペース、その地面に置ける椅子は4つぐらい、うん、でそこに水風呂があったり、うん、そっち側にね、反対側にはなんだっけ、ナノマイクロバブルっていうのがすごい細かいバイブラバスみたいな。そう、バイブラバスのすっごい細かいバージョン、それがお風呂ね結構でかいの、ドーンとでかくて、それがあったりするんで、ね、まあちょっとスペースが狭いんだよね。ということでまあ20点だね。うっしゃ、最後その他のポイント。はい、その他のポイントはですね、10点でしょう。あ、10点、うん、おお、はい、ちょっとまあ久々だから本当甘めになってたら申し訳ないんだけど、まあ、それはあんま良くないよね。ちょっと甘めになってたら申し訳ない。はい、でもね、お風呂の種類さっきも言ったけどすごい豊富、うん、で一番気に入ってるポイントが、うん、爆反石超高濃度炭酸泉。ああ、なるほどね、そういうのがあるんだね。そうなんですよ、爆反石って、うん、まあ、ちょっとテロップにも出しておくんですけど、うん、サウナとか岩盤浴で使われる、ね、まあ、熱が逃げにくいね、うん、石なんですけど、うん、それが 浴槽にね、うん、使われた超高濃度炭酸泉ありました、うん、それなんか体感として違う部分あった。ユイルの炭酸泉入ったことある人はイメージしてほしいんですけど、はいはい、まあ俯瞰といってね、はい、まあ人の体温と同じぐらいの37度ぐらいのね炭酸泉なんですけど、うん、まあ湯どんぶり栄湯も38、9度ぐらい、結構ぬるめなんだけど、うん、やっぱねポカポカするスピードは半端ない。なるほどね、うん、あの炭酸泉界隈で有名ななごみの湯さんにも引けを取らないポカポカ度、うん、だってお湯はさあったかくないんだぜ、うん、なのにもうどんどんじわじわあったかくなってくる感じがして、うん、そこがすごい良かったですね、はい、あとはさっきも軽く触れたんですけど、なんだっけ、ナノマイクロバブル、どっちも間違ってたら恥ずかしいんだけど、それの、露天風呂にある大浴場、はい、これはすごい良かった。入ってて優しいのよ、温泉ってだけで優しいのに、うん、そこにねさらに優しさが、小さい優しさがブクブクと出てて、でこれ俺マジなんだけど、湯どんぐり栄湯のお湯の影響かは分かんない、うん、ずっとね背中にジンマシンみたいななんかかゆみができたんだけど、もう昨日入って今日ない。あ、治っちゃった。うん、治っちゃった。たまたま日付が被ったわけじゃなくてかもしんない、証拠はないんだけど、おそらくとにかく治ってるのは事実なんだ。なるほどね。そう、俺はマジで湯どんぶり栄湯さんに足を向けて寝れないよ。なるほどね、うん、もういいイメージがついちゃったわけだ。いいイメージついちゃった、うん、他にもねお風呂の種類もいっぱいあるし、最初ね脱衣所入って洗い場パッて見た瞬間、うん、めちゃめちゃ人いたのよ、うん、でうわやっぱ混んでるわって思ったんだけど、うん、半分ぐらい体感では、うん、お風呂だけの人、うん、とサウナぐらいの感じだったから。なるほどね。そう、あのね、まあ台東区というとね、うん、しかもここ2本ずつに裏浅草とも呼ばれるね場所なんですけど、やっぱ地元のおじちゃんとか多くて、ね、そういう人たちもお風呂入りに来るし、まあ、サウナーもサウナに入りに来てる、うん、すごい混んでるなって感じはするんだけど、うん、どっちかだけを使ってる時はそんなストレスなくね使えますね。なるほどね、うん、やっぱ今こんだけねお風呂普及率 100% に近いような状況で、まあそうだよね、うん、わざわざ銭湯に入らんでも家で入れますからね、うん、そこでねお風呂に入りに来るってことはやっぱいいんでしょうね、うん、ということで、まあ、その他のポイントね、はい、10点をねつけさせていただきました、ね、じゃあ先に総合得点の方を発表させていただいて、その後ねサトシの行きたくなった度を発表してもらいたいと思います。そうしましょう。それでは総合得点こんな感じになりました。ドンドドン、なんてな、86点。86か、非常に高いね。高いね、うん、86点が出るっていうのはね、うん、心も満足してるし、相当高いですよ、うんうん、じゃあサトシさんも行きたくなったとね発表してください。いやもうねこれはね出してもいいと思うな。行きたいと100。おー、いいですね、ありがとう。行きたい、行こう、一緒に行こう、うん、ここは非常に良かったです。行きたいよね、
もう話聞いてサウナの時点でもう行きたくなって、うん、水風呂でさらに行きたくなって、うん、お風呂、うん、お風呂が多いっていうのもね、うん、行きたくなって、なんか話聞いてる感じ美脚地以上に整えそうだね。あ、そんな感じ、うん、その数字じゃなくて本当に一言で言うと優しいって感じ、うん、全部が優しい、うん、ということでね、まあ、はい、レビューはこんな感じになります。そうですね、すごい行きたくなったね。はい、うん、我々のチャンネルではサウナに関する情報やサウナのレビューを上げていきます。上げてます。明日のジョーの舞台にもなった街裏浅草、日本包みに行ってみたい人はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕たちね、西側に住んでるのでね、うん、東側行ったのは結構久々なんだけど、うん、やっぱいいね。まあそうだね、あんま行かないもんね。うん、やっぱ東京都内ね、いろんなとこまんべんなく回っていこう。うん、うん、コメント欄でね、ぜひ行ってほしいサウナ募集しております。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。